タトコ山は山口県萩市の萩地域南東部に位置する標高373メートルの山である。ローラースケート場や屋根付きの休憩所などが設けられ、萩の三角州を一望することができる絶景のポイントであるとともに、萩市のテレビラジオ中継所が設けられている。萩市上野の案内看板では、タトコ山市民の森、タトコ山憩い,いの広場と表記してある。 NTT の無線中継所はここではなく、同市と長都市三隅との境にある、日尾山にある。この地点から、萩市ほぼ全域と長都市東部に電波を届けている。地上デジタル放送の電波もここから発射する。北浦地区は、山間地域が多いため、旧萩市でも中津江地域、小幡地域、大井地区や阿武郡阿武町では、東中継局からの電波が届きにくい。 この場合は、別途中継局やミニサテ局を設けている。また、三島地区も、本村地域の一部を除き、東中継局からの電波が届きにくい。そのため、宇都と本村の小高い丘に、ミニサテ局を設けている。VHF 局は垂直変波アナログ UHF 局、デジタルテレビは水平変波これは、長と中継局も同様。なお、本校では、 NHK 総合テレビの季節懇親対策局で、ある、大井昌屋テレビ中継局についても合わせて記述する。地局住所は、萩テレビ FM 中継局で、萩市大和座椿東あざでに床33-4、大井昌屋テレビ中継局で、萩市大和座黒川和座牧館中の大鳥が竹。全局2011年7月24日に廃局。区。ありがとうございます。